三味線を合奏するときに最も大切なことは何ですか？常磐津小夜でございます。今日は三味線を合奏するときに大切なことについてお話をしたいと思います。なぜこの動画を撮影していただいているかと申しますと、先日事件が起きたからです。合奏をするときに曲の調子が合っていなかった。合っていなかったというのは、私の指定は四本の本調子という音程だったんです。ですが、なぜか全員六本の本調子に音程が合わさっておりまして、それに本番30秒を切った時点で気がつくという事態が起きましたので、この動画を撮影していただいております。ニコニコお話をしておりますが、今日は結構本気の話です。合奏をするときに最も大切な原則を覚えましょう。その原則を踏まえていれば音程も誤らないし、そして合奏をするときにもっともっと曲が合うようになります。最も大切な原則は何か、それは全てを縦三味線に合わせるということです。これができていなかったから今回の事件が起きてしまったわけですね。あら大変。何が悪いのかと申しますと、まず一つ目、縦三味線が指定した指示を聞いていない。これは本当にまずいです。私はあの時四本本調子と申し上げました。四本本調子という言葉には2つの指示が含まれています。1つ目は四本という音程に1の糸を合わせてください。そして2つ目は本調子という三味線の音程の合わせ方にしてください。この2つが入っておりましたが、四本っていうのが多分抜けちゃっていたのね。でも指示は2つあったので2つとも守らないと正しい音程になりません。問題点2つ目は、縦三味線と音が合っているか確認する習慣をつけましょう。おそらくですね、察しますに今回三味線の音程を間違えた方というのは、普段の演奏においても縦三味線を見るという習慣ができていないのではないかと思います。あるいは縦三味線の音を聞く、縦三味線の演奏を聞くという習慣ができていない。で、手近にいる隣の人の音を聞く、演奏を聞いて演奏するというふうになさっているのではないかなと推察します。それが一番まずいことですね。全ては原理原則に立ち返る。原理原則というのは合奏の場合は縦三味線です。なぜ縦三味線というのをわざわざ作っているかということを少し考えてみてください。縦三味線というのはオーケストラであったらば三味線のパートの皆さんの指揮者の役割をする人です。お隣の人の演奏を聞きながらバイオリンを弾く人は多分いないと思うんです。必ず指揮者を見て今入るところだなとか、こうあるいはこう力強く弾くところだなとかっていう、こう指示を指揮者から読み取って演奏すると思うんですね。三味線の場合は縦三味線が三味線の皆さんのコンダクターの役割を果たしています。ですから三味線の音程を作る時であっても、あるいは演奏する場合であっても、必ず見るべきところは縦三味線です。お隣の仲、どんなに仲が良くてもお隣の方を見てはいけません。このことを頭にきちんと入れて、その
原理原則にのっとって演奏をすると、多分今までとは違った良い合奏ができるのではないかなと思います。合奏をするときには縦三味線に着目するという習慣をつけてください。この習慣ができないと、いつまでたっても合奏が揃わなくなってしまいます。今日は合奏について、本当に大切なことについてお話をいたしました。これをご覧の生徒さんで話が全くわからないという場合は、お稽古でお聞きください。縦三味線に合わせるというのはどういうことかからお稽古いたします。お分かりになった方は次回その理解した成果を発揮して良い合奏をされてくださいね。三味線に役立つ情報は三味線メール通信からもお届けしております。下の概要欄からメール通信に飛べるようになっておりますので、ぜひご活用くださいませ。またお目にかかりましょう。